なしで、フレージングをちょっと考えながら、ちょっとしっかりシームを作って、シームレスではなく、ベターってつなげるんではなくて、フレージングっていうのをちゃんと持って、次のフレージングっていう。その、その展開のところからいこうか。今の切り替わりの仕方はすごい自然でよかったな。だん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 テンポがちょっと遅くなりそうな感じに取れちゃうんだけれども、それを、テンポが落ちてない理由というのは久保田何か分かる？落ちてない理由、うん、落ちそうになってんのに落ちてない、落ち前に、そういうことやね。久保田がすごく引っ張ってくれてるから落ちそうにならないですんでのね。でそれは演奏、コンサートの演奏の仕方としては正しいなと思うんでね。ただそれが、録音になっちゃうとすごくなんか、なんてファゴットが引っ張ってるようなばかり聞こえちゃうとやっぱしんどいね。だからそこはファゴットに引っ張られるんじゃなくて、ちょっと2人がテンポ作っていかへんかったらそこはおかしくなっちゃう。もうだからあんまり引っ張らんでもいいような感じでやれるといい。テンポがあった方がいいのかなって。そうやんな、テンポがないとなんか今みたいになっちゃう。テンポがあると割といけるって言って、マイテンポ持ってるかどうかだけの話か、それは。もう一回行こうよ。したいわけよね、本当はね。だからそこを大事にするから、それにつられると結構タイム感が遅くなっちゃうわけよ。でも、こう動きとしてはそういう動きになってるから、まあ、その流れの中だけで調整できるといいよね。今のぐらいかな。変化って分かる？このタイムで。あ、動きやすかった。自分自身はいいからはものすごいブレスの問題があるので、うん、そこをブレスの問題って、ね、いやいや別に特にないんですけど、うん、びっくりした。でも若干ブレスの問題があるので、それはいいわね。でなので、まあ、それを踏まえて、うん、そのブレスの取る位置もそうなんですけど、うん、やっぱそこを考えて、うん、構成しているという、ね、ここに受けるやつだったね。もう少しパリパリとした、パリパリっていうかキラキラとしたのでいいと思うねやんか、うん、その方が多分森脇らしくて、なんていうかな、エスプレッシーブに聞こえると思う。正解から言うと多分テンポ上げた方がいいと思うのね。
でちょっと、最終的にはテンポ上げる可能性があるけれども、ちょっと88でやらせて、それでしっかり歌えるようになって、自然にテンポが上がっていくぐらいのシーンと、なんかすごいテンポがせわしないものになってしまう。だから音楽的な流れの緩やかさっていうの、伸びやかさっていうの、この曲の、そこはしっかり維持したまんま、で最終的にちょっとテンポを締めるという感じで作っていってください。そうすると、アベマリアも結構いいねっていうよ。厳しめに欲しいよね、すごく、なんかね、なんかなんていうかな、その幸せとか平和とかそういう可能性は全くいらんと思うんだよな、こういうのって。んで宗教音楽でも本当はないから、どうしようかいね。なん か答えある？ H の上昇節感は、H ってどこや？俺楽譜見てへんの？ H がティーリリーってとこ、はいはい、ここは、フリーにしてもいいかなと。薄いんで、ベースが私が上の音になるので、結構薄めになると思うんですけど、そのティーリーティーリリリリリリっていうところはその厳しく前面というか、インテンポでティーリリリティー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 リーっていうのがこう、なんていうかな、もちゃっとしたわけよ。はい、だからそこで切り替えが良くなかったのと、でそこから森脇がパッ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 パってやるんで、そこをこう時計の秒針というか、メトロノーム代わりに作っていくのがうまくいくかもしれないですね。OK ね。